稲葉厚敷は愛知県北名古屋市出身の元プロ野球選手。現在は日本代表監督、野球解説者。現役引退した翌2015年より北海道日本ハムファイターズのスポーツコミュニティオフィサーを2017年より日本代表の監督を務める。愛称は北海道日本ハムファイターズで同僚だった新剛強からは厚。 ヤクルトスワローズの同期入団の宮本真也からは、ナッパと呼ばれている。ヤクルトのマスコットであるツバクローも、ナッパと呼んでいる。愛知県北名古屋市出身。右方に特徴的な大きな跡があるが、実著によると原因不明とのことである。医学的には、タ田母ンと言われる生まれつきの技で、治療によって消したり、 薄くすることは可能ではあるが、同じような症状で苦しんでいる人たちの励みになるように、あえて治療したり隠したりはしていない。少年時代から通っていた隣町の豊山町のバッティングセンターで、中学生にとっては、速球といえる時速 120km 前後の球を、ポンポンと打ち返す、同年代の左打者をよく見かけ、すごいなぁと感心していた。その打者は、 後の一郎である。時を経て2009年のワールドベースボールクラシックでは、チームメイトとなり、経験豊かなベテランである両者が、日本代表をまとめ、優勝に貢献した。中京高校3年夏の愛知大会決勝で、その一郎のいた愛工大名電高校に4から5で席配し、甲子園出場は叶なわなかった。卒業後は、厚生大学経営学部に進んだ。 法政大では1年春から試合に出ており、先発出場時は中軸を打つこともあった。しかし、3学年上に一塁手で、当時4番を打つ鈴木秀則がおり、また、故障を抱えていたこともあり、一塁手に定着したのは3年春からで、あった。特に2年春は、左翼手としての先発起用も検討されていたが、故障のため不出場に終わった。法政大は、 この1992年春のシーズンでは最終カードである明治大学との直接対決で勝ち点を上げた方が優勝という展開に持ち込んでおり、それだけに法政大のファンは稲葉の欠場を残念がった。1993年の春から一類手としてレギュラーに定着。同年の第22回日米大学野球の代表に選ばれた。四年時には四番打者として、 法政大を周期リーグ戦優勝に導いた。東京六大学野球の春季リーグでのベストナイン、第23回日米大学野球の代表にも選ばれた。リーグ通算成績は86試合出場、307打数86ア大学は単位不足で卒業はしていない。1994年のプロ野球ドラフト会議で、ヤクルトスワローズに3位指名され、入団した。 当時のヤクルトの監督だった野村勝也は、息子の野村勝則の試合を観戦した際に、対戦相手である法政大の稲葉のプレーを目に留め、ドラフト当日3位の枠が空いていてその時の野村監督の、あの法政の左は、どうなっとんのやという発言によって、獲得に至った。野村曰く、後で聞いたら、どこからも誘いはなかった、枠が空いていたヤクルトが稲葉を指名することとなり、 結果プロになりたかった稲葉は大変感謝していた。とする一方で、稲葉本人は、近鉄バファーローズから指名される予定だった。ヤクルトが指名しなければもっと早い段階で、なしが正隆監督の下で野球をしていたかもしれないと、語っている。1995年、入団後に、外野手としての練習を始める。1年目から1軍で出場し、同年6月21日の、 広島東洋カープ戦にて、8番、一塁手でプロ初、出場し、高校の先輩に当たる木頭誠から、初打席初本塁打を打ったほか、9月9日の読売ジャイアンツ戦では、テリーブロスのノーヒットノーラン達成を候補で助けた。最終的に67試合の出場にとどまったが、8本塁打を放ち、規定打席不足ながら打率、307を記録した。 1996年は125試合に出場し、レギュラーに定着した。プロ入り初の規定打席到達を果たし、打率310と好調を維持した。1997年は、打率3割は逃したもののチーム2位の21、本塁打を記録し、2年ぶりのリーグ優勝と、日本一に貢献した。1998年は故障の影響で88試合の、 出場にとどまった。1999年は故障で出遅れ、復帰したのは6月だった。この年も68試合の出場にとどまり、本塁打も2本しか打てなった。2000年、3年続けて100試合に出場することができず、87試合の出場に終わるも11、本塁打を放ち、3年ぶりに2桁本塁打を打った。2001年、 5月31日の巨人戦では、上別吉から、サヨナラ満塁本塁打を放った。これまでの故障や不審から脱し、5年ぶりの3割となる打率、311、25本塁打、自己最多の90打点、オプス、912という成績を残し、4年ぶりのリーグ優勝と、日本一に貢献した。この年のヤクルトは、稲葉含めた野手8人全員が、 規定打席に到達した。また、初のベストナインに選ばれた。2002年、前年の活躍から一転して打率が3割を切り、超打率は、プロ入り初めて4割を下回った。2003年7月1日の横浜ベースターズ戦では、史上56人目のサイクル安打を達成した。しかし故障のためシーズン通して出場することができず、69試合の出場に終わった。 2004年、打撃不振を完全に脱するとまではいかなかったが、135試合の出場で18本塁打、打率、265の成績を残し、2年ぶりに規定打席に到達した。オフにフリーエージェント宣言。ピーター・クリーンバーグを代理人とし、メジャーリーグへの移籍を希望したがオファーがなく、一時はトライアウトを受けることも考えたが断念する。2005年2月に、 北海道日本ハムファイターズへ移籍。背番号は58。本来日本ハム球団は FA 宣言選手の獲得には消極的で FA 宣言して他球団から日本ハムへ移籍した選手は稲葉と鶴岡深夜の2選手のみ他球団出身の選手に限定すれば2019年現在も稲葉のみである。当時の GM だった。 高田修は、もし稲葉のメジャー移籍が叶わなかった場合は真っ先に入団交渉というつもりでいたと語った。入団直後は、ファイターズの楽しむ野球に何度も驚かされ、キャンプ合流直後には、新庄強しから、楽しんでと声をかけられたという。この年は、主軸として127試合に出場、打率、271の成績を残した。2006年、背番号を、 ヤクルト時代の41に変更。この年より、日本ハム一軍打撃コーチに就任した、淡口健二の指導の元長打力の強化に取り組み、自己3番目の打率。307、打点75と、日本シリーズ MVP にはスポンサーから商品として、自動車が贈呈されたが、翌年から商品が廃止されたため最後の商品獲得者となった。 この年は主に5番打者を務めたが、秋のアジアシリーズでは、フェルナンドセギノールの欠場により4番を打った。打撃では、ヤクルト時代以来5年振りのベストナイン、守備面でも初のゴールデングラブ賞を受賞した。2007年は、小笠原道博の対談により3番打者を務め、チームの主要打撃成績はノキナみリーグ最下位で、ありながら、自身は好調でオールスターゲームにも6年ぶりに、 出場。プロ入り13年目にして、初の個人打撃タイトルとなる、首位打者、最多安打を獲得、また得点圏打率、350、リーグ3位の87打点、同3位のオプス、892を記録するなど、球団初の連覇に貢献した。しかし、前年まで相性が良かった。日本シリーズでは2塁打1本に終わるなど、大不振だった。 北京オリンピック野球アジア予選では7番、右翼手として全試合に出場し、韓国戦では8回に、貴重な敵自我を打つなど打率、500を残しオリンピック出場権獲得に貢献した。2008年5月頃から、臀部の痛みに悩まされるも、7月15日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で、通算1500試合出場と、通算1500アンダーを同時に達成した。 北京オリンピック野球日本代表にも選ばれ、本戦では5番に座り、日本の4勝のうち2勝は稲葉が決勝打だった。9月26日の埼玉西武ライオンズ戦の初回に通算200本塁打を達成した。打率は前年を下回ったが、2年ぶりの20本塁打を記録。しかしクライマックスシリーズでは、ふくらはぎの肉離れを起こし先発出場が2試合と、 ほぼ一年間怪我に悩まされる年であった。シーズン途中に自身二度目の FA 権を取得したが、契約交渉では FA 権を行使せず二年契約で公開した。2009年、監督の梨田正まより、直々に首相の座につくことを命じられた。開幕前の3月に開催された第2回、WBC の日本代表に選出された。同大会では4番。 指名打者や代打として九試合中八試合に出場した。成績は二十二打数七安打、打率三3十八同大会の決勝戦の十回表には、先頭の内川誠一が安打で出塁した後、自身三年無事となる犠牲バントを決めた。同大会では一郎が不調であり、日本代表選手の中で唯一の先輩であった稲葉は一郎が凡退した後に、ベンチで、 励ましの言葉をたびたびかけていて、メンタル面で一郎をおかげで支えていた。シーズンでは、4月8日の千葉ロッテマリーンズ戦で、自身初となる3打席連続本塁打を打った。同じ日に、金本智明も3打席連続本塁打を打ち、複数の選手が3打席連続本塁打を同じ日に、記録したのは、プロ野球史上初。5月3日の西武戦で、延長12回裏に、 ヤクルト時代以来8年ぶりのサヨナラ本塁打を打ち、ヒーローインタビューで歓喜まり涙を流した。5月25日に出身地の北名古屋市より市民栄誉賞が贈られた。オールスターゲームではファン投票両リーグ最多の498,353票を集め、選手間投票では同じく両リーグ最多の484票を集めた。 シーズン終盤やや調子を落としたが、最終的には打率3割でシーズンを終えた。失死球は自己最多の79で、出塁率はキャリアハイの391をマークした。2010年2月放送のスポルトで現役プロ野球選手100人が選ぶ、この選手がすごいバッター編の勝負強さ部門1位、バットコントロール部門4位。 外野守備部門2位にそれぞれ選ばれた。シーズンでは5月まで打率227、オプス688と不審に陥り、一時は5年ぶりに7番で出場するなど苦しんだ。6月以降は打率316、オプス870と調子を戻したが、シーズンを通しては5年ぶりに打率3割を切った。また、この年は、 高橋真嗣の頭部支給による離脱や非対抗の対等によって外野手としての出場は減り一塁手として34試合の出場に止まった。2011年肩を痛めた影響もあり開幕戦を初めて指名打者で迎えた。右翼手に火が定着したことから指名打者に他の選手が入る際には主に一塁手として起用された。打撃は開幕直後は好調を維持していたが 6月には月間打率169に終わるなど不振に陥る。7月には月間 MVP を獲得するなど調子が上向き、7月24日のオールスターゲーム第3戦では2点本塁打を含む3打点の活躍で初の MVP を獲得したが、シーズン終盤に再び不振に陥り、打撃3部門とも日本ハム移籍後では最低の数字に終わった。 特に左投手に対し打率211と苦しみ先発を外れることもあったまた勝利打点が5位の12と奮闘した2012年開幕を2000年以来12年ぶりとなる2番で迎えプロ18年目にして初となる開幕戦における三アンダモー打賞を記録した開幕からは六戦連続で二番に座ったがその後は主に5番打者として活躍し打率は リーグの内の290得点圏打率はリーグ6位の306超打率はチームトップの421を記録しチーム3年ぶりとなるリーグ優勝に貢献した。守備面ではレギュラーシーズンでは一塁手または指名打者としての出場のみで外野手としての出場はプロ入り後初めてゼロとなっていた。日本シリーズ第2戦にて 中田翔が支給を受け4回裏に途中交代した際、それまで稲葉が守っていた一類種にマイカホフパワーが入ったため、4回裏よりこの年、初めて右翼種を守った。その他にも、日本シリーズでは稲葉は打率、391で首位打者に輝くなどの活躍を見せ、関東選手賞を獲得した。この年は2009年以来3年ぶりにゴールデングラブ賞を獲得したが、 一塁手部門としては、自身初となった。パリーグの選手としては、内野、外野の両方で、ゴールデングラブ賞を獲得したのは、西村特分以来であり、一塁手部門としては初。外野手から内野手の順で、ゴールデングラブ賞を受賞したのは、高田茂に続き二人目である。このシーズンは、満40歳という節目を迎える稲葉にとって、記録ラッシュの 4月28日の楽天戦にて、出場1976試合目で、史上39人目となる、通算2000アンダーを達成。その6日後の5月4日にはヤクルトに同期入団の宮本真也も、通算2000アンダーを達成し、くしくも宮本も、出場1976試合目での達成であり、同年に同期入団選手が同試合数で、 通算2000アンダーを達成したのはそれぞれ史上初だった。5月4日のオリックスバファローズ戦では史上58人目となる通算250本塁打。5月19日の広島戦では史上11人目となる通算402塁打を達成。5月23日には札幌ドームにて稲葉厚式2000本アンダーメモリアルナイターが開催され、試合前のセレモニーでは 山田久史名球会理事より、ブレザーが贈呈され、相手チームの DNA からは、元同僚の森本木明より、花束が贈呈された。この日の試合、稲葉は3打数にあ打1打点と活躍し、自らのメモリアルナイターを勝利で飾った。5月31日のヤクルト戦では、史上44人目となる、通算2000試合出場に到達。8月8日のソフトバンク戦では、 史上38人目となる通算戦打点9月27日のロッテ戦では13年連続となる2桁本塁打をそれぞれ達成したオフの11月15日に札幌市在住で元モデルのレイナと再婚した12月4日から内野手登録となった12月4日に第3回 WBC の日本代表候補選手34人選出された 2013年から一軍高知県外野手となる。2013年 WBC での稲葉厚式2月20日、第3回 WBC 日本代表選手28人に選出された。オリンピック、WBC を通じて40代の選手が日本代表に選ばれるのは史上初。同大会では2次ラウンドのオランダ戦では本塁打を放ち、大会最年長記録となった。 ペナントレースでは5番1塁で開幕スタメンを果たすも15試合で打率1割以下と極度の不振に陥る。チーム全体も3年ぶりの単独再開を記録するなど苦戦していたこともあり、24日に自ら2軍落ちを死亡した。故障以外で登録抹消されるのは日本ハム遺跡後初となる。5月に1軍復帰した後のセッパ交流戦では、 調子を取り戻すが、リーグ戦再開後に、再び調子を落とし、スタメンから外れる試合も多くなる。6月29日の西部戦では、レギュラーの左翼手である中田翔が、指名打者で出場したため、13年ぶりに左翼手として、先発出場した。8月26日の2度目となる1、軍東六抹消後は、コーチとして1軍に帯同。 9月8日に再度一軍登録されるも、チームの A クラス入りが難しくなったため27日に3度、登録を。規定打席未到達と3桁アンダ未達成は2003年以来であり、最終成績は打率。203で3本塁打。オプス、563と復調を果たすことができず、前年まで続いていた2桁本塁打の,の記録も途絶えた。10月15日。 2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北に現役選手であるが先任コーチとして打撃コーチ就任。2014年は選手先任となる。4月に左膝関節軟骨損傷のクリーニング手術を行い、7月に復帰したが、9月までに23試合出場に止まり、9月2日に現役引退を表明した。 レギュラーシーズン最終戦で引退試合を行うも、この年のチームは3位となり、稲葉はこの後のクライマックスシリーズにも出場した。オリックスとのファーストステージ第2戦では、代打で登場し、一時は勝ち越しとなる敵地打を放つ。さらに、第3戦でも、代打で登場し、同点に追いつく、敵地打を放ち、チームは延長戦の末に勝利を収めるなど、 チームのファイナルステージ進出へ大きく貢献した。現役最後の打席は、ソフトバンクとのファイナルステージ最終戦、9回表に、代打で出場するも、補ャヒに倒れるが、試合終了後、同じく今シーズン限りで引退を表明していた、金子誠と共に、日本ハムソフトバンク両軍の選手から胴を上げされ、温かく迎えられる形で、現役生活を締めくくった。現役引退後は、 テレビ朝日、北海道テレビの野球解説者に就任、随時、報道ステーションのスポーツコーナーでプロ野球解説を担当している。その傍ら、北海道日本ハムファイターズのスポーツコミュニティオフィサーに就任した。2014年9月18日、2014、鈴木日米野球の日本代表打撃コーチを務めることが発表された。2015年2月6日、 グローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表打撃コーチを務めることが発表された。2015年7月16日第1回 WBSC プレミア12の日本代表打撃コーチを務めることが発表された。2016年1月28日サムライジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の 日本代表打撃コーチを務めることが発表された。2016年10月18日、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合の日本代表打撃コーチを務めることが発表された。2017年1月28日、第4回 WBC の日本代表打撃コーチを務めることが発表された。二千十七年七月十一日、四年後の WBC までの契約で日本代表監督に就任し、都内で記者会見が行われた。2017年9月11日、エネオスアジアプロ野球チャンピオンシップ2017の日本代表監督を務めることが発表された。同大会では日本が参戦前勝で完全優勝を果たし、初代王座を獲得した。2018年1月23日、 エネオスザムライ・ジャパンシリーズ2018日本 VS オーストラリアの日本代表監督を務めることが発表された。2018年4月23日第2回 WBSCU-23 ワールドカップの日本代表監督を務めることが発表された。2018年8月20日2018日米野球の日本代表監督を務めることが発表された。 2019年1月31日、エネオス・ザムライジャパンシリーズ2019の日本代表監督を務めることが発表された。2019年10月1日、第2回プレミア12の日本代表監督を務めることが発表された。同大会では監督として、日本を、北京五輪時の稲葉のスイング規定打席に達した、シーズンで6度の3割を記録し、2007年には、 首位打者を獲得するなど高打にかけ、腕をコンパクトに畳んで体に巻きつくようなスイングで内角を打つのがうまく、日本ハム時代の同僚であった新庄剛志からは、稲葉君は内角打ちの天才と絶賛された。ヤクルト時代にはストレートに滅う強く、変化球には弱かったが、日本ハム移籍後は変化球に強くなり、2009年には曲がる系のボールに対して、 内閣の打率359同じく真ん中で568を誇った。特にカーブを得意とし森本喜明曰く世界一カーブが好きな男性だという。またヤクルト時代には通算打率232と左投手を苦手としていたが日本ハム移籍後には2010年までの通算打率295と克服している。 この理由については、具体的には、引っ張らずに、左方向に打ったり、現役中は、これ以上は言えませんと語っている。通算で、プロ野球歴代5位となる429二塁打、ホームランは261本と、一定の長打力もある。守備では、ゴールデングラブ賞を、外野手部門で2006年から2009年まで、一塁手部門で2012年に、受賞している。 外野守備でのポジショニングも良く、主に翌手として出場した2002年、2006年にリーグ外野種レンジファクター1位を、また2006年にはリーグ外野種最多視察を記録。なおさよ森本木明、中堅、新女との外野陣を2005年に十数試合、新女の現役最終2006年には1年を通して、形成し、2006年は森本と視察、レンジファクターともに、 リーグ外野で2位の新女とで合計800弱の視察を記録して3人揃って当年のゴールデングラブ賞を受賞しているリーグ外野手最多補察を2度記録しているが遠投は80メートル程度でプロの外野手としては肩は強くない本人はもともと一塁手だったため大きく腕を振ることができる2010年4月27日のオリックスバファローズ戦の8回表の 右翼守備においては、打者の塩崎誠が打って転がってきた。安打性の打球を素早く一塁に送球し、打者走者をアウトにした。塩崎は、普通は、あんな場所、守らない。安打一本、損したと述べた。走塁面では投塁の基礎数は少ないが、一塁到達3.96秒、三塁到達11.45秒を記録するなど、全力疾走を怠らない。 公主交代時にはベンチと守備位置の間を常に全力疾走で移動する。これによってヤクルト時代にセリーグからスピードアップ賞及びスワローエクスプレス賞の表彰を受けている。日本ハムでは得点圏に走者を置いた状態で稲葉の打席を迎えるとファンファーレに合わせて一斉にファンが飛び跳ねる、通称稲葉ジャンプと呼ばれる応援が定着している。 ファンファーレは2006年のシーズン前に施設応援団が制作した。当初は曲に合わせてメガホンを叩くだけのものだったが、春先にフルキャストスタジアム宮城で開催された試合で一部のファンが寒さに耐えかねジャンプしたのがきっかけとなり、札幌ドームにおいても外野スタンドの一角からジャンプが発生。それがどんどん規模を増して、いつの間にか球場全体が飛び跳ねるようになった。 ただし一部の野球場においては、稲葉ジャンプは危険行為として禁止されており、そのような野球場では飛ばずに膝を曲げて、体を上下させる、稲葉スクワットが取り入れられている。札幌ドームの内野席は、本来、飛び跳ねることは、愚か立ち上がっての応援行為自体が禁止されているが、稲葉ジャンプの時だけは黙認されている。なお、応援が始まった初期の頃は、稲葉イブ、 稲葉シェイク等とも呼ばれていた。札幌ドームはサッカー用の天然芝フィールドをドームに隣接する敷地で育成、維持している関係上、バックスクリーンにあたる位置のスタンド構造物が可動式で柔ら構造になっている。そのため、稲葉ジャンプによる振動は、震度3から4の地震に相当する大きさと言われている。 札幌ドームで行われる試合のテレビ中継では、稲葉ジャンプにより映像が大きく揺れることがある。2011年はシーズン開幕前に東北地方太平洋沖地震が発生し、被災者に地震の揺れを連想させないようにという配慮のもと、レギュラーシーズン中は稲葉ジャンプが行われなかったが、2011年のパシフィックリーグクライマックスシリーズのファーストステージで解禁された。 2014年限りで現役引退を表明した9月2日以降の試合では稲葉が打席に立つと日本ハムファンだけでなく相手チームのファンも一緒に立ち上がり両チームのファンが稲葉ジャンプで稲葉を応援する光景が見られたヤクルト時代ではチャンス法制も使われていた1998年からは杉浦徹の応援歌が使用された なお、稲葉本人はこの稲葉ジャンプを意識していたらしく、稲葉ジャンプが起きるとその打席の初球はほぼ見逃していたという。4人兄弟の長男で5歳上に、姉、5歳下に、双子の弟と妹がいる。左投げ左打ちだが、箸、ペンは右手で持つ。ゴルフでは右打ち。二千五年九月十九日の西武戦試合前に、新庄剛森本木明、 小屋の栄一、石本勤との5人で同じデザインのかぶり物をかぶり、ユニフォームも全員で背番号1、セネーム、新女のものを着用してシートノックを受けるというパフォーマンスを披露した。2006年シーズンオフには札幌グランドホテルで開催された選手ディナーショーに出演し自慢の喉を披露した。もともと金眼だったがヤクルト時代に レーシック手術を行ったことで、以後コンタクトレンズを使わなくなった。通算死球136は、左打者では、歴代2位である。初打席初本塁打を打った一人だが、その中で、稲葉は2017年シーズン終了時点で、通算最多本塁打を打った記録を持っている。少年時代は少しでも、悲しいことが起こるとすぐに泣き出すような気が弱い、性格で、 そのこともあり小中ではいじめにあっていた。中学時代には上級生にタバコを買いに行かされ、学校を抜け出してタバコを買いに行っていることが父親に知らされると、父親に殴られ、稲葉本人に強くならなければならないという感情が芽生えた。ちなみにその上級生とは話し合いの場を作って意思疎通を図り、これを境にいじめはなくなった。 個人よりもチームプレーを重視するタイプで2000本安打を達成した時には気負うことはなかったしチャンスだったからとにかくランナーを返そうという一心だった。とコメントしている。さらに2000本を打つために今シーズンやっているわけじゃないんでね。あくまでも監督を胴上げするためにやってるんでね。とにかく頑張りたいと思います。個人成績は二の次ですから。 というコメントを残している。2000本安打を達成した時のウィニングボールは行方不明になった。現役時代、試合前のチームメイトとのキャッチボールの際に自身と同じ左投げの投手のフォームを真似て投げることがあった。現役時代は背番号41を気に入っており、日本ハム遺跡後の2005年は途中入団の経緯から当時チームで一番若い秋番号だった58になるも、 翌年41に変更している。その理由の一つに41が自身のイニシャル AI と似ているからということがある。ポテトチップスが大好物であり、シーズンオフには食べすぎて体型を崩すこともある。自身が身体をかけていると公言したシーズン20年目を控える2014年1月にはポテトチップスの食べ過ぎが原因で、 平常体重の9 4ラムから1 0 0ラム超まで増えてしまい、少年場を迎える立場から注目を浴びた。それに対して、カロリーオフのポテトチップスを食べることで、少しでも摂取カロリーを少なくすることを試みている。映画、探偵はバーにいるにの中で、現在の北海道の大打者として名前が登場する。2015年1月10日放送の ジョブチューンはあの職業の秘密ぶっちゃけます。豪華日本立て、大相撲プロ野球ぶっちゃけ祭り3時間 SP で稲葉厚則さんはランバンのレディースのピンクを使っている。と、オリックスバファローズ伊藤光選手が話していた。ピンク色の箱はランバンのジャンヌランバンへドップで稲葉の胸元の匂いを確かめたパネラーの吉田洋もすごくいい匂いと絶賛していた。 2012年 HBC 北海道放送ニュース1出演時では佐々木望や矢口真リが愛用しているランバンエクラドゥアルページュエドップを使用しているスキージャンプの河西のリ明とは1972年生まれの同学年でオフにはゴルフをするなど進行がある初記録説明の記録その他記録ヤクルト時代日本ハム時代ありがとうございます